事件の経緯。事件の現場となった北海道三毛別六千沢は、日本海の沿岸から内陸へ 30km ほど入った地区である。地名の三毛別は、アイヌ語で、川下へ流し出す川を意味する三毛別に由来する。なお、六千沢の住民は皆、東北などから移住してきた人々で、もともと住んでいた者はいない。池田家の騒動。1915年、大正4年、11月初旬のある夜明け前、六千沢の池田家に巨大なヒグマが姿を現した。飼い馬が驚いて暴れたため、その時の被害はわずかなものにとどまった。村は開拓の端緒にかかったばかりの土地でもあり、このような野生動物の襲来は珍しいものではなかったが、主人である池田と未曾有はぬかるみに残った足跡の大きさに懸念を持った。11月20日、再びヒグマが現れた。馬への被害を避けようと、富未曾有は在所と林村から二人のマタギを呼び、三人で待ち伏せることにした。30日、三度現れたヒグマに打ちかけたが、仕留めるには至らなかった。その夜、次男、亀次郎、当時18歳を加えた4人で鬼鹿山方向へ続く足跡を追い血痕を確認したものの、地吹雪がひどくなりそれ以上の追撃を断念した。このマタギは、県のヒグマは、穴持たず、という、何らかの理由により冬眠し損ねた熊であると語った。さらに足跡の巨大さから、この熊はあまりの巨体のため、自分の身に合う越冬穴を見つけられなかったのではないか。と推測し、穴持たず、となった熊は非常に凶暴であることを付け加えた。12月9日、大高の惨劇、秋から冬にかけ、開拓村では収穫した農作物を出荷する様々な作業に追われていた。三毛別のような僻地では、それらの作業は人力に頼らざるを得ず、男性たちの多くは出払っていた。12月9日の朝、三毛別川、上流に居を構える大竹、熊嵐、では島が分け、でも、道家に寄宿していた伐採を生業とする長松、陽吉、当時59歳、通称踊、が一足早く仕事に向かい、当主の太田、三郎、当時42歳、も氷橋に用いる桁材を切り出すため出かけ、三郎の内縁の妻、阿部、真由、当時34歳、と大高に預けられていた少年、和住、三木を、当時6歳、の二人が留守に残り、穀物の選別作業をしていた。同日の昼、陽吉が食事のために帰宅すると、土間のいろり端に三木をがポツンと座っていた。ふざけて狸寝入りしているのだろうと思った陽吉は、わざと大声で話しかけながら近づき、三木をの肩に手をかけて覗き込んだ。その時、陽吉は三木尾の顔下に付着した血の塊と、何かでえぐられた喉元の傷を見つけ驚愕した。側頭部には親指大の穴がうがたれ、すでに三木尾は亡くなっていた。陽吉は恐怖に震えながら眉を呼んだが何の応答もなく、ただ薄暗い奥の今から異様な臭気が漂うのみであった。ただならぬ事態を察した陽吉は家を飛び出し、下流の架橋現場に走った。
駆けつけた村の男性たちは、踏み入った大竹の様子に衝撃を受けつつも、これがヒグマの仕業だと知るところとなった。入り口の反対側にあるトウモロコシを干してあった窓は破られ、そこから土間のいろりまで一直線に続くヒグマの足跡が見つかった。おそらく、トウモロコシを食べようと窓に近づいたヒグマの姿に眉とミキオが驚いて声を上げ、これがヒグマを刺激したものと思われた。足跡が続く居間を調べると、くすぶる焚き木がいくつか転がり、絵が折れた血染めのまさかりがあった。ぐるりと回るようなヒグマの足跡は部屋の隅に続き、そこは鮮血に濡れていた。それは、まさかりや、燃える焚き木を振りかざして抵抗しつつ逃げる眉がついに捕まり、攻撃を受けて重傷を負ったことを示していた。そこからヒグマは眉を引きずりながら、土間を通って窓から屋外に出たらしく、窓枠には眉のものとおぼしき頭髪が絡みついていた。陽吉が幹雄の死に気づいたとき、土間にはまだ温かい蒸し焼きのジャガイモが転がっていたという。そのことから、事件が起こってからさほど時間は経っていないと思われた。実は事件直後、三家別の村人が大竹の窓側を通る農道を馬に乗って通り過ぎていた。彼は家から森に続く何かを引きずった痕跡と血の線に気づいたが、マタギが獲物を山から下ろし大竹で休んでいるものと思い、その時は特に騒ぎ立てなかった。このことから、事件は午前10時半頃に起こったと推測された。事件の方に村は大騒動となった。しかし、12月の北海道は日が傾くのも早く、幹雄の遺体を今に安置した頃には午後3時を過ぎ、この日に打てる手は少なかった。男性たちは大竹から500メートルほど下流の妙家、安太郎、当時40歳、の家に集まり、前後策を話し合った。ヒグマ討伐や眉の遺体奪回は翌日にせざるを得ないが、取り急ぎとま前村役場と古丹別巡査中ありか、そして幹雄の実家である力ビル村の蓮見家への連絡を取らなければならない。しかし、通信手段は誰かが直ちに出向くより他になかった。大竹の近くに住む男性が使者役に選ばれたが、本人が嫌がったため、代わりに斎藤、石五郎、当時42歳、が引き受けることになった。大竹よりもさらに上流に家を構える石五郎は、所用にて当主、安太郎が鬼鹿村へ外出しなければならない妙家家に妊娠中の妻、竹、当時34歳、三男、岩尾、当時6歳、四つ男、春吉、当時3歳、の家族3人を避難させ、陽吉も男手として同泊する手はずが取られた。12月10日、捜索、早朝、斎藤関五郎は村を後にした。残る男性たちは、ヒグマを討伐して眉の遺体を収容すべく、約30人の捜索隊を結成した。昨日の足跡を追って森に入った彼らは、150メートルほど進んだあたりでヒグマと遭遇した。馬を軽々と超える大きさ。全身骨格色一色ながら胸のあたりに、袈裟掛け、と呼ばれる白斑を持つヒグマは捜索隊に襲いかかった。鉄砲を持った5人が何とか銃口を向けたが、手入れが行き届いていなかったため発砲できたのはたった1丁だけだった。怒り狂うヒグマに捜索隊はチリジリとなったが、あっけなくヒグマが逃走に転じたため、彼らに被害はなかった。改めて周囲を捜索した彼らは、トドマツの根元に小枝が重ねられ、血に染まった雪の一角があることに気づいた。その下にあったのは、黒い足袋を履き、ぶどう色の脚斑が絡まる膝元の足と、頭蓋の一部しか残されていない眉の遺体だった。このヒグマは人間の肉の味を覚えた。眉の遺体を雪に隠そうとしたのは保存食にするための行動だった。大竹への採集。夜になり、幹雄の両親とその知人の3名が到着。大竹では幹雄と眉の通夜が行われたが、村民はヒグマの襲来に怯え、参列したのは六千沢から3人。三家別から二人と幹雄の両親とその知人、喪主の太田三郎の合わせて9人だけだった。
みきおの実母、はすみ、ちせ、わすみ、ちせ、当時33歳。が酒の尺に回っていた午後8時半頃、大きな音とともに今の壁が突如崩れ、ヒグマが室内に乱入してきた。棺桶が打ち返されて遺体が散らばり、恐怖に駆られた回想者たちは梁に登り、野菜置き場や便所に逃れるなどして身を隠そうとする。混乱の中、ある男性はあろうことか自身の妻を押し倒し、踏み台にして自分だけで梁の上に逃れた。以来、夫婦の間では喧嘩が絶えず、夫は妻に一生頭が上がらなかったという。この騒ぎの中でも、気力を絞って石油缶を打ち鳴らしてヒグマを脅す者に勇気づけられ、銃を持ち込んでいた男性が打ちかけた。さらに300メートルほど離れた中川孫一宅で食事をしていた50人ほどの男性たちが、物音や叫び声を聞いて駆けつけたが、その頃にはヒグマはすでに姿を消していた。犠牲者が出なかったことに安堵した一同は、一旦妙家家に退避しようと下流へ向かった。妙家家の惨劇。その頃、妙家家には妙家康太郎の妻、やよ、当時34歳、長男、力蔵、力蔵、当時10歳、次男、雄次郎、雄次郎、当時8歳、長女、久野、当時6歳、三男、金蔵、金蔵、当時3歳、四つ男、梅吉、梅吉、当時1歳、の6人と、斎藤家から避難していた竹、岩尾、春吉の3人、そして陽吉の合計10人、竹の大事を含めると11人、がいた。前日の大高の騒動を受け、避難した女や子供らは火を焚きつつ怯えながら過ごしていた。護衛は近隣に食事に出かけ、さらに大高へのヒグマ再出没の方を受けて出動していたため、男手として残っていたのは陽吉だけであった。大高から逃れたヒグマは、まさにこの守りのいない状態の妙家家に向かっていた。大高からヒグマが消えてから20分と経たない8時50分頃、やよが背中に梅吉を背負いながら討伐隊の夜食を準備していると、地響きと共に窓を破って黒い塊が侵入してきた。やよは、誰が何した、と声を上げたが、帰ってくる言葉はない。その正体は、見たこともない巨大なヒグマだった。かぼちゃを煮る囲炉裏の大鍋がひっくり返されて炎は消え、混乱の中でランプなどの灯りも消え、家の中は暗闇となった。やよは屋外へ逃げようとしたが、恐怖のためにすがりついてきた雄次郎に足元を取られてよろけてしまう。そこへヒグマが襲いかかり、背負っていた梅吉に噛みついた後、三人を手元に引きずり込み、やよの頭部をかじった。だが、直後にヒグマは逃げようと戸口に走っていく陽吉に気を取られて母子を離したため、やよはこの隙に雄次郎と梅吉を連れて脱出した。追われた陽吉は物陰に隠れようとしたが、ヒグマの牙を腰のあたりに受けた。陽吉の悲鳴にヒグマは再度攻撃目標を変え、七人が取り残されている屋内に目を向けた。ヒグマは金蔵と春吉を一撃で撲殺し、さらに岩尾に噛みついた。この時、野菜置き場に隠れていた竹がむしろから顔を出してしまい、それに気づいたヒグマは彼女にも襲いかかった。今に引きずり出された竹は、腹破らんでくれ、喉食って殺して、と胎児の命乞いをしたが、上半身から食われ始めた。川下に向かっていた一行は、激しい物音と絶叫を耳にして急いだ。そこへ重傷のやよと子供たちがたどり着き、皆は妙家家で何が起こっているかを知った。途中で脱出してきた陽吉を保護した後、男性たちは妙家家を取り囲んだが、暗闇となった屋内には迂闊に踏み込めない。中からは、竹と思われる女のうめき声と、肉を咀嚼し骨を噛み砕く音が響く。一か八か家に火をかける案や、闇雲に一斉射撃しようという意見も出たが、子供たちの生存に望みをかけるやよが必死に反対した。一同は二手に分かれ、入り口近くに銃を構えた10名余りを中心に配置し、
残りは家の裏手に回った。裏手の者が空砲を2発撃つと、ヒグマは入り口を破り表で待つ男性たちの前に現れた。先頭の男性が撃とうとしたがまたも不発に終わり、他の者も撃ちかねている隙にヒグマは姿を消した。岩壁、白樺の川、の松明を手に妙家家に入った者の目に飛び込んできたのは、しぶきで天井裏まで濡れるほどの血の海、そして無残に食い裂かれた竹、春吉、金蔵の遺体であった。上半身を食われた竹の腹は破られ胎児が引きずり出されていたが、ヒグマが手を出した様子はなく、その時には少し動いていたという。しかし1時間後には死亡した。力蔵は雑穀俵の陰に隠れて難を逃れ、殺戮の一部始終を目撃していた。久野は失神し、無防備なまま今で倒れていたが、不思議なことに彼女も無事だった。急いで力蔵と久野を保護し、遺体を収容した一行が家を出たところ、屋内から不意に男児の声が上がった。日露戦争帰りの者が一人中に戻ると、むしろの下に隠されていた重傷の岩尾を見つけた。岩尾は肩や胸に噛みつかれた傷を負い、左大腿部から臀部は食われ骨だけになっていた。村人は全員、三家別にある三家別分教場、その後、三系小学校になるが廃校、へ避難することになり、重傷者たちも 3km 川下の辻下に収容されて応急の手当を受けた。岩尾は母、竹の残死を知る術もないまま、おっか、熊取ってけれ、と上言を漏らし、水をしきりに求めつつ20分後に息絶えた。この2日間で6人、胎児を含めると7人の命が奪われ、3人が重傷を負った。重傷者たちは翌日さらに 3km 下流の家に移り、湖丹別の沢谷医院に入院したのは12日になった。12月11日、すべての住民が三家別分教場に避難した六線沢に人影はなく、怯えながら固く閉じまりをした三家別の格納家がヒグマ酒に炊く炎が、昨夜から不気味に寒村を照らしていた。小村の住民だけではもはやなす術なく、三家別地区区長の大川与蔵よし、大川与佐吉、当時47歳、と、村の長老や有志、駐在巡査、五稜局分担区員、分教場教師らが話し合い、ヒグマ退治の応援を警察や行政に頼ることを決議した。その一方、家族に降りかかった悲劇を知らず雪道を行く斎藤関五郎は、役場と警察に大高の事件報告を終えて10日は苫前に宿を取り、11日昼近くに帰路に着いた。下流の三家別にたどり着き、妻子の受難を知らされ、呆然と雪上に倒れ伏しただ慟哭を上げるしかなかった。12月12日、討伐隊の組織、六線沢ヒグマ襲撃の連絡は北海道庁にもたらされ、北海道庁警察部保安課から羽幌分署長の官、高、階級は警部に討伐隊の組織が指示された。一方、死亡者の検視のためバソリで一足早く現地に乗り込んだ医師は、正午頃山道でヒグマのクソを発見した。それを見分し、中から人骨、髪の毛、未消化の人肉を見つけると、立ちすくんだ。関係部は近隣の青年会や消防団、志願の若者やアイヌたちにも協力を仰ぎ、村田銃や刃物類、日本刀を携えた者を含め、多くの人員が三家別に集まった。副隊長には土地勘がある定質林野局、現在の林野町の人物と三家別分教場の共闘を置き、隊長の関係部は要所を固める一方、討伐隊を差し向けた。しかし、林野にうまく紛れるヒグマの姿を捉えることはできなかった。待ち伏せ。夕暮れが迫り、手応えを得られない討伐隊本部は検討を重ねた。ヒグマには獲物を取り戻そうとする習性がある。これを利用しヒグマをおびき寄せる策が提案されたが、その獲物が意味するものを前に本部内の意見は割れた。菅隊長は目的のためこの案を採用し、罵声さえ覚悟して遺族と村人の前に立った。だが、説明に誰一人異議を唱える者はおらず、皆は静かに受け入れた。
事態はそれだけ切迫していた。こうして、犠牲者の遺体を餌にヒグマをおびき寄せるという前代未聞の作戦が採用された。作戦は直ちに実行された。銃の扱いに慣れた7名が選ばれ、交代要員1人を除く6名が、補強した梁の上でヒグマを待った。今に置かれた胎児を含む6遺体の刺繍の中、森から姿を現したヒグマに一度おかたずを飲んで好機を待った。しかし、家の寸前でヒグマは歩みを止めて中を警戒すると、何度か家の周りをめぐり、森へ引き返していった。男性たちはそのまま翌日まで待ち伏せたがヒグマは現れず、作戦は失敗に終わった。12月13日、この日、旭川の陸軍第7師団から歩兵第28連隊が事件解決のために投入される運びとなり、将兵30名が出動した。一方、ヒグマは村人不在の家々を荒らし回っていた。飼われていた鶏を食い殺し、味噌やニシン漬けなどの保存食を荒らし、さらに、服や寝具などをズタズタにしていた。中でも特徴的なのは、女が使っていた枕や、温めて湯たんぽ代わりに用いる石などに異様なほどの執着を示していた点だった。三毛別川右岸の発見がこの被害にあったが、ヒグマの発見には至らなかった。しかし、その暴れぶりからもヒグマの行動は慎重さを欠き始めていた。味を占めた獲物が見つからず、昼間であるにもかかわらず大胆に人家に踏み込むなど警戒心が薄れていた。そして、行動域がだんだんと下流まで伸び、発見される危険性の高まりを認識できていなかった。艦隊長は郡峡を防衛線とし、ここに打ち手を配置し警戒に当てた。そして夜、橋で警備についていた一人が、対岸の切り株の影に不審を感じた。6株あるはずの切り株が明らかに1本多く、しかもかすかに動いているものがある。報告を受けた艦隊長が、人か、熊か、と大声で推加するも返答がない。隊長の命令のもと、打ち手が対岸や橋の上から銃を放った。すると怪しい影は動き出し闇に紛れて姿を消した。やはり問題のヒグマだったのだと、仕留め損ないを悔やむ声も上がったが、隊長は手応えを感じ取っていた。12月14日、最後、空が白む能町対岸を調査した一行は、そこにヒグマの足跡と血痕を見つけた。銃弾を受けていれば動きがなまるはずと、急いで討伐隊を差し向ける決定が下された。一行の他に、10日の深夜に話を聞きつけて三毛別に入った山本、栄吉、当時57歳、小説、熊嵐、では山岡銀四郎、がいた。鬼鹿村豊兼、現在ノルモイ郡小平町鬼鹿田代に住む平吉は、若い頃にサバ先包丁一本でヒグマを倒し、サバ先の兄、と異名を持つ人物で、軍法と日露戦争の戦利品であるロシア製ライフルを手に甘たくの獲物を仕留めた。手塩の国でも評判が高いマタギだった。彼が11月に起こった池田家の熊の出没さえ知っていたなら、9日の悲劇も10日の惨劇も起こらなかったものと、誰もが悔しがった。孫の山本明光氏によれば、平吉は、時に飲むと荒くなることもあるが、至って面倒見もよく、優しい面を持ち合わせていたという。ヒグマは水ならの木に捕まり体を休めていた。その意識は麓を登る討伐隊に向けられ、平吉の存在には全く気づいていない。音を立てぬように20メートルほどにじり寄った平吉は、ハルニレの木に一旦身を隠し、銃を構えた。銃声が響き、一発目の弾はヒグマの心臓近くを撃ち抜いた。平吉は即座に次の弾を込め、素早く放たれた二発目は頭部を正確に射抜いた。12月14日午前10時、とどろいた銃声に急ぎ駆けつけた討伐隊が見たものは、村を恐怖の底に叩き落としたヒグマのほふられた姿だった。熊風。ヒグマは金魚を交えた骨格色の雄で、重さ 340kg、身の丈 2.7 メートルにも及び、胸管から背中にかけて、袈裟掛け、
と言われる弓状の白斑を交えた大物であった。推定7、8歳と見られ、頭部の金毛は針のように硬く、体に比べ頭部が異常に大きかった。これほど特徴のある熊を誰も見たことがないという。隊員たちは怒りや恨みを爆発させ、棒で殴る者、蹴りつけ踏みつける者など様々だった。やがて誰ともなく万歳を叫び出し、討伐隊200人の声がこだました。終わってみると12日からの3日間で投入された討伐隊員は延べ600人。アイヌ県10頭以上、導入された鉄砲は60丁に上る未曾有の討伐劇であった。ヒグマの死骸は人々が引きずって農道まで降ろされ、馬ぞりに積まれた。しかし馬が暴れて言うことを聞かず、仕方なく大人数でソリを引き始めた。すると、にわかに空が曇り雪が降り始めた。事件発生からこの3日間は晴天が続いていたのだが、雪は激しい吹雪に変わりソリを引く一行を激しく打った。言い伝えによれば熊を殺すと空が荒れるという。この天候急変を、村人たちは、熊風、と呼んで語り継いだ。解剖。猛吹雪に、5km の下り道を1時間半かけてヒグマの死骸は三毛別青年会館に運ばれた。雨竜郡から来たアイヌの夫婦は、このヒグマは数日前に雨竜で女を食害した獣だ。と語り、証拠に腹から赤い肌着の切れ端が出ると言った。あるマタギは、旭川でやはり女を食ったヒグマならば、肉色の脚斑が見つかる。と言った。山本平吉は、このヒグマが手塩で半場の女を食い殺し、三人のマタギに追われていた奴に違いない。と述べた。解剖が始まり胃を開くと、中から赤い布、肉色の脚斑、そして安倍眉が着用していたブドウ色の脚斑が、絡んだ頭髪と共に見つかり、皆は悲しみを新たにした。犠牲者の供養のため肉は煮て食べられたが、硬くて筋が多く、味は良くなかったという。皮は板張りされて乾燥させるため長い間さらされた。その後肝などと共に50円で売却され、この金は討伐隊から被害者に送られた。毛皮や頭蓋骨は消息不明である。その後、頭部に傷を負いながらも気丈な姿を見せた弥代は順調に回復したが、背負われたまま噛みつかれた妙家梅吉は、後遺症に苦しみつつ2年8ヶ月後に死亡した。この少年を含め事件の死者を8人とすることもある。同じ家でヒグマの襲撃から生還した妙家裕次郎は、事件の27年後に太平洋戦争で戦死した。長松陽吉も回復し翌春には仕事に戻ったが、川に転落して死亡した。ヒグマに受けた傷が影響したのかは定かではない。事件は解決しても、村人に心理的恐怖を残した。村外を頼れる者は早々に六千沢を去ったが、多くはそのようなつてを持っていなかった。壊された家屋を修理し、荒らされた家具や衣類の代わりに火に当たりながら、なんとか越冬した。しかし春になっても村人は気力を取り戻せず、太田三郎は家を焼き払って羽幌へ去り、その後、生まれ育った青森に移ったというが、早くして死去したという。六千沢は、一人また一人と村を去り、下流の辻家を除いて最終的に集落は無人の地に返した。ヒグマを仕留めた山本平吉はその後もマタギとして山野を駆け回り、1950年に92歳で亡くなった。かの孫によると、生涯で倒したヒグマは300頭を超えるという。区長の大川与蔵吉の息子、大川、春吉、大川、春吉、当時7歳、は、その後名打てのヒグマ打ちとなった。これは、犠牲者一人につき10頭のヒグマを仕留めるという誓いによるもので、62年をかけ102頭を数えたところで引退し、亡くなった村人を鎮魂する、熊谷慰霊碑、を三渓、旧三渓別、の三渓神社に建立した。また春吉の息子、高吉も同じくハンターとなり、1980年には、父、春吉も追跡していた体重 500kg という、大ヒグマ、北海太郎、を8年がかりの追跡の末に仕留めている。
さらにその5年後には、他のハンターと2人で、体重 350kg の熊、渓谷の次郎、も仕留めている。事件の記録。報道。事件が新聞紙上で報道されたのは、12月13日付の、北海タイムス、と、小樽新聞、が最も早く、函館毎日新聞、が14日、函館新聞、は19日になってやっと一報を掲載した。このような遅れは、通信手段が確立していない上に事件が山奥の小村だったことも災いした。ただし、北海タイムス、は13日から25日まで毎日記事を掲載し、情報が入らない日は過去の熊狩り事件を、熊物語、と題して報じた。小樽新聞、も断続的に1月28日まで事件記事を載せ、山本平吉へのインタビューも行った。しかし、この事件は人々の記憶から消える。それは、1878年1月1日、12日に起きた札幌丘珠事件の記録が詳細に残され、事件を起こしたヒグマの剥製が保存された上に明治天皇が観覧したことが広く報道され、これが熊狩り事件の代表として認知されたことが影響している。高倉慎一郎も著作でこの事件を大きく取り上げる一方で、三毛別ヒグマ事件は補足的な再録に止まり、被災の詳細などにも間違いが見られる。再調査。ノンフィクション作家の木村森武氏は旭川、古丹別の営林署に農林技官として勤務していた1961年から事件を記録として残すべく調査を開始した。すでに46年が経過し、しかもほとんど資料が残されていない中、木村は当時三毛別に住んでいた人々をたどり、入念な聞き取りを行った。多くの当事者はすでに世を去っており、また存命の人々も辛い過去を思い出させる取材に協力的でない者も多かったが、足掛け4年の調査を経て、報告、獣返し最大の惨劇とままえヒグマ事件、をまとめた。これは1980年に復刻され、さらに1994年には共同文化社から、同国の谷、ザ・デ・ビルズ・バレーとして出版された。2015年4月10日文藝春秋から文庫化。作家の吉村明も事件を取材し、これを小説、熊嵐、にまとめた。同作は TBS ラジオでドラマ化もされた。同作の執筆に際し、事前の取材では木村森武をはじめ、当時在京した人々から事件のあらましを聞いている。また、木村森武の著書の一つで、1983年に出版された、エゾヒグマ百科、ヒグマ底が知りたい。にもこの事件の経緯が記されている。事件の分析。原因。事件は、島民に失敗したいわゆる、穴持たず、が、空腹に凶暴性を増し引き起こした例と思われていた。しかし、その後同じケースの事件は発生しておらず、近年ではこの説には多くの疑問が呈されている。むしろ江戸時代後期から続く、ニシンカス製造用に薪を得るための森林伐採と明治以降の内陸部開拓が相まって、野生動物と人間の活動範囲が重なった結果が引き起こした事件とも言及されている。教訓。この事件を記録した木村森武は、なぜこれほどの大惨事となったのか分析している。最初に出没した際に手負いのままヒグマを撃ち漏らしたことや、一般の農民が用いることなどまずない銃の手入れ不足が招いた不発の連続なども要因ではあるが、ここではヒグマの行動について特に言及する。火を恐れない。事件発生後、村民は火を焚いてヒグマを避けようとしており、妙家家に避難した人々や文教場に退避する際にたくさんの焚き火が燃やされたことを記している。これらの行動は一般に言われる。野生動物は火を怖がる。という風説を信じたものだが、実際は太田、妙家両家の襲撃に見られるように、ヒグマは灯火や焚き火などに拒否反応を示すことはない。
執着心が強い。事件はこの定説を裏付けている。トウモロコシを何度も狙っている点や、以前に複数の女を食い殺したヒグマが産気別でも女の衣類などに異常な執着を示している点からも確認できる。また、安倍米を食害した際に食べ残しを雪に隠したこと、大竹に何度も出没したことなども同じヒグマの特性による。その一方で馬への被害は皆無だった。また、このヒグマは女性や幼い男の子の肉の味を覚えてしまったことも原因である。逃げる者を追う。妙家やよらが九死に一生を得た理由は、ヒグマが逃げるほどに気を取られたためである。このように、たとえ捕食中であってもヒグマは逃避する者を反射的に追ってしまう傾向にある。死んだふりは無意味。妙家家の惨劇において、気絶し無防備に横たわる妙家久野と、結果的には助からなかったが胎児はヒグマに攻撃されなかった。これは、ヒグマが動かないものを襲わないというわけではなく、その時にただ単に他に食べ物があっただけと考えられる。他にも、久野は女だがまだ幼く、ヒグマは大人の女性の肉を好んだ可能性もある。事実、妊婦を襲ってはいるが、胎児は襲わなかった。一度人間の味を覚えた個体は危険。一般にクマは人を恐れ、人を襲うのは突然人間と出会いその恐怖心からと言われている。それを防ぐためには鈴などを鳴らして人間の存在を事前に知らせ鉢合わせする機会を減らせばよいとされる。だが、人間の無力さと人肉の味を知ったクマの個体は人間を獲物と認識するようになる。その場合、鈴の音などを鳴らすと獲物の存在を知らせることになり、かえって危険である。なお、火を恐れない、執着心が強い、動くものを追う、などの習性は、後年発生した。石狩沼田幌新事件、福岡大学ワンダーフォーゲル同好会ヒグマ襲撃事件、の加害ヒグマの行動としても確認されている。事件の記憶。事件が起こった六千沢には、町民の手によって当時の情景が再現された。産気別ヒグマ事件復元現地がある、鬱蒼と木々が茂る一角に、当時の生活を再現した家屋の復元、事件を解説する看板、犠牲者の慰霊碑、そして民家に襲いかかろうとするヒグマの像がある。場所は国道239号小丹別交差点から北海道道1049号とママ江古平線を南に入り約 16km、産気別川に架かる、その名も、内留橋の先にある。ちなみに、実際に事件が発生した場所とは数百メートル離れている。